おはようございます。下野正弘です。今回は腸腰筋、足の付け根のトレーニングをやっていきたいと思います。それでは早速始めます。まずはですね、足を閉じます。両足を閉じて手腰に当てて、右足からですね、おへその高さを目安に右足をよいしょよいしょですね、これをですね右足20回やっていきます。足の付け根を意識しながらいきます。20回、せーの、1、はい、2、はい、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、OK です。左足も同じように20回いきます。せーの、1、はい、2、はい、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、OK です。また右足に戻って、右足まっすぐだけではなくて、外側にも、まっすぐと外側と、まっすぐと外側と、交互にやっていきますね。これは30回です。胸もおへそもずっと正面向けた状態ですね。特に外の時にですね、おへそが外行かないようにですね、まっすぐ、まっすぐと外側と行きます。右足30回行きます。せーの、1、はい、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、OK です。ちょっときついですけどね、こういうふうに足の付け根にしっかりと刺激を送ることがですね、とても大切です。左足も同じようにですね、いきまーす。せーの、1、はい、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、これで股関節を強くしています。ね、しっかりとですね、元気よく歩くためにはですね、足をしっかりと持ち上げる必要があるんですね。もうちょっとやっていきますね。今度は、手を横に広げて両足を閉じて右肘に向かって右膝をよいしょよいしょ、腕はずっとまっすぐな状態でこんな感じですね。こんな感じ、体がこうならないように腕はまっすぐを保った状態で右足を、右膝を右肘に向かって近づける、つける必要ないです。つけようとするとこうなってしまうので、つける必要ないです。近づけようとしてみてください。これをですね、いきます。右足20回やっていきます。いきます。手を横に広げて、せーの、1、はい、2、はい、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、OK です。ちょっときついんですけどね、お相撲さんのこう四股ありますね。これと全く同じですね。四股と違うのが体を傾けていないってことだけですね。今度は反対側も同じようにですね、腕を横に広げていただいて、左肘に向かって、こうですね。きつくなったら途中で休んでくださいね。いきます。左も一緒にいきます。20回。せーの、1、はい、2、はい、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい。
い、OK です。この辺どうですかね、しっかりと付け根が使われたと思うんですけど、今何回やったかな、まずですね、最初にですね、この20回やりましたよね。そして、このまっすぐと外側を30回やって、そして最後にこれ20回やったんで、合計右足だけで70回やってるんですね。こっち70、こっち70やってるんですけど、これはもちろんこう、腸腰筋っていうですね、足の付け根の筋肉が強くなるっていうのもあるんですけど、あと腿の筋肉も使われてるんですけど、それとプラスアルファですね、今70回足を持ち上げるっていうことに成功したんですね。これがすごく大切で、足をちゃんと70回元気に持ち上げることを体に教えてあげるんですね。それがとっても大切なんですね。足を元気に持ち上げなかったらですね、足の元気さをですね、忘れてしまうんですね。なので定期的に足がこんなに持ち上がるんだよっていうことをですね、体にですね、脳みそに教えてあげる必要があるんですね。それを何度も何度も体に体験させることによって、それが皆さんの体の当たり前になります。これがポイントなんですね。まずはこれを、しっかりと続けていただくことが大切です。ぜひですね、この腸腰筋のトレーニングですね、足の付け根のトレーニングやってみてくださいね。よいしょ。きつかったですかね。明日は腸腰筋終わったので、太もものトレーニングとか、お尻のトレーニングとか、ランジってスクワットとかですね、こういうトレーニングとかをですね、やっていこうと思います。はい、それではまた。はい、改めましてアヘアホ体操の下野正弘です。このチャンネルではアヘアホ体操が12年間培ったノウハウを惜しみなく発信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。アヘアホ体操楽しいですよ、ワクワクしますよ。アヘアホー。